はい、こんにちは。はい、今日からですね、松坂屋名古屋店におきまして、クラシック&の、中カメラフォルダー CC が始まりました。ではこれからですね、各店舗を回りながら目玉商品を紹介したいと思います。最後に、商店工房の、商品ももちろん紹介したいと思います。よろしくお願いします。お願いします。失礼します。今すぐですからね。あ、いいですよ。はい、アイコードカメラになりました。アイコードさんの、目玉はこちらでございまして、ちょっとご説明をいただきましょう。この印象でしょうか。厳冬期ですね。明治43年のものだそうです。はい、はい、あと原版が8センチの角のガラスが、約172枚、それと、こういうガラスのプレートですね。はい、はい、これが約7、8枚あります。これかなり貴重なものなんでしょうか。貴重というか、まあ珍しい。ああ、なるほど。はい、まあ、本来は多分博物館とか、博物館級ということだと思うんですけどね。あ、使うのは初めてだったので。そうなんです、多分関心ある方が多いんじゃないかと思いますので。そうですね、うん、珍しいからあると思うんですよね。じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。で、大塚紹介にもありました。で、大塚社長に目玉のレンズをご紹介いただきたいと思います。こちらです。キヤノンの85-1.5エルマウント、非常に貴重なんで、ライカのズマレックスの、まあ、形コピーと言われてますけど、非常に数が少なくてものすごい状態いいです。整備してありまして78枚、本当に綺麗ですよ。これモノレンズになりますか。そうですね、昭和30年代、はい、かなり古いわけでもすごく綺麗です。だけどエルマウントなんで、はい、マウントアダプターいろんなもの使いますので、使っていただいたらいい写りがするんで、弊社の商品と合わせます。そうですね、はい、ぜひお願いします。はい、ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。わかりました。では松屋カメラ様に参りました。今日はですね、初心者の方がフィルム始めるおすすめのカメラをご紹介いただきたいんですけども、こちらね、オリンパスの OM-1 と言います。機械式のね、制御になってますので、電池がなくても基本的なカメラの動きはちゃんと動いてくれるというカメラです。こういう機械仕掛けのカメラの方が将来的なメンテナンスも安心感があるので、皆さんに、まあ、好まれています。小さくてね、扱いやすいところも人気のある機種です。フィルム世代でもあるのは非常に懐かしいカメラなんですけども、大体これいつ頃の登場でございますか。これは今回書いてありますけど、はい、1973年。1973年ってことで、まさにフィルムバリバリの時があるんですね。そうですね。ということで、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。では商店工房ですね、推しのレンズを紹介したいと思います。これなんですけども、これはですね、週9枚という、まあ、通称で呼ばれているものでございまして、ライカの 28mm をですね、忠実に再現したものでございまして、9枚玉ですので週9枚と呼ばれています。で、今回ですね、1本だけ先行入荷しておりまして、お値段はですね、125,000円になっています。ただ今ですね、弊社のショップの方でですね、118,800円で先行予約しております。ただこれはですね、お渡しできるのは11月以降になりますので、1500円を割りましたらもっと高くなる予定ですので、ぜひぜひこの機会にですね、お持ち帰りになって皆様に自慢してください。今のところですね、これしかないものですから自慢できると思います。よろしくお願いします。2本目の紹介に入りたいと思います。はい、でこれはですね、シーガルの 35mmF1.7 というレンズでございまして、これは七光商とシーガルが業務提携をしまして、強気に出されたものです。これは限定500本、500本ですけども、日本に入ってくるのは、まあ、ごく少数でして、今回 の, カメラ石でもですね、2本お出ししておりますので、これも早い物貸しになりますので、ぜひぜひお買い上げいただきたいと思います。はい、